顔見えへん、顔見してちょ、いいですね、たまらんな、休日って感じやな、ほんまにたまらんねんけど焼き肉食べて思いました、よかったね、うん、カルビももう焼いてんの、焼いてる、一緒に焼いてんねんね、うん、食べれそう、取っといたろ、貸し切り状態やな、静か、ダメ、分かりやすすぎて喜怒哀楽がほんまにおもろい、どうですか、ほんまにおいしい肉大好きやな、うん、何ちゅう髪型したの、こっちめっちゃ夏休みの音する、セミの大合唱、すごい、5時までまだ行けるか、権現山、失礼します、うん、ただちょっと雨降ってるけど、うん、休憩所や、すごい綺麗な、え、すごい、これ入れんの、入れる、すごい、言っていい、めっちゃいい匂い、こういう匂い好き、入っていい、撮影もいいんかな、いいんじゃない、あかんとか言ってない、うん、じゃあ脱ぐの、靴、なんか虫が出えへんやったらこんな家がいいわ、落ち着く、いいよね、いい、木の匂いがいいよね、すごいな、なんか台所すごい綺麗にしてあるな、う、天井すごい、いいね、こんな綺麗にリフォームしてたら住めるよな、へー、上だけ古くて、うん、あとはもうめっちゃ住みやすそう、なんか家紋ある、家紋、部屋に家紋あんねや、この柱のとこに、へー、もうおばあちゃんち思い出す、おばあちゃん家も作りたてはこんな綺麗かったやろな、奥座敷、広間、家紋だらけ、木村さん、旧木村さん、道が違いました、間違えた、こっち、いいね、なんかこの木が金沢八景っぽいなんだよ、ね、言われ、うん、今ここでおやつ、さっき買った金沢焼き食べたら多分通られるから食べられへん、今すごいな、マンションと船近すぎひん、こんなもん、すごいな、こんなにセミの鳴き声聞いたん今年初かも、はい、ここにもある、なんか地層みたいになってないこれ、
違う？だからあえて置いてるのかな。あ、そうやばい、こっちから見たら分からへん。私は恥ずかしいです。これを頼んだ、これを頼んだ張本人は一人しかいません。髪があったって。5分間この坂歩かなあかんの。これさ、見たら分からんけど結構急やで。はい、ほら、あっこに橋あるもん、しかも雨降ってきた、また。はい、あ、かわいい壁、ふったりやんだり、あ、かわいい、誰も歩いてる人、はい、バーベキュー広場、いいね。これに来ましたよ、横浜夜の動物園。あった、ほんまに降ったりやんだり。まあまあ降ってますけどね。降ってる。日よけの雨、帽子のつまりできたけど、雨よけになっちゃった。はい。住んでたら自分がいいとこに住んでるってあんまわからないけど、海も山もあのいいね。いいよね。伝わらんか。伝わらへんね。海が見えにくいな、これやと。すっごい山登りした気持ち。全然自分で洗って、登ってへんけど、はい、かなり山登りしたぐらいしんどい。こんな登ってきてね、だって。あ、これ、うん、今日は特別なので、夜も空いてます。なんかさ、動物園入ってすぐこういうの珍しくない？うん、いいですね、はい。え、夜の遊園地って楽しいな。え、なんか、え、なんか私らディズニーランド来たみたいな。いいやろ、あかんって書いてないから大丈夫。面白い。え、めっちゃおもろいやん、ここ。お盆真っ只中の日曜日とは思えへんぐらい静かやな。夜なったら来れんのかな。雨やからか、人少ないの。え、遊園地やん。かわいいで、奥なんか太陽みたいな、かわいらしい。かわいいな、メルヘン。ちょっと広く好きそう。太陽も出るって。ほんまやん、めっちゃメルヘン。ヒロ君好みの動物園ですね。私これ好き、これ、これすごい。え、すごないこれ、メキシカンな感じ。これ入園料500円やったら楽しめるな。楽しそう。かわいい、この絵、なんか癒し系の絵のタッチやの。これでも手書きや、すごい。こんなん描かれへん、うまいってのもあるけど、かわいい。太陽かわいない？夢中です、ヒロさん。大好きな空間、この音楽。この音楽。ヒロ君っぽい。顔がもう。うわ、カピバラ。かわいい。すごい、宇宙系なんか、ここは。いやー、動物もいいけど。ヒロ君、これあれじゃん。何だっけ、なんかアフリカの作家さんの絵やん、じゃない？なんかあったやん、空港に。あの、絶対そうやと思うねんけど、ちゃう？ほら、アフリカンアート支援機構、そうや。
めっちゃ欲しいって空港で言ってた絵や。飾ってあんねや、買って。かわいないこれ。これのもっとちっちゃいのとかも全然空港、成田空港に売ってて。これ言ってたやつやった、ヒロ君。そうそうそう。一緒一緒、作家さん一緒やった。めっちゃかわいいやん。作家さんっていうか団体なんかな。右の絵好きやろな、ヒロ君。かわいい。木かわいい。なんかほんま熱帯雨林の国の動物園来たみたいな、うん、すごい蒸し暑いのもあるけど雰囲気があれかわいい。なんかワールドフードフェスタって書いてた。うん、夜しかやってないんやろ。インドネシアフードやって。すごいよ。はあ、うわ、何気なく銅像ある。かわいいね。はい、なんか外国みたいな、うん、かわいい。そこ森山はもちっちゃいな。かわいらしい。めっちゃかわいいやん、そのこういうの。これ好きやわ、こういう雰囲気。え、めっちゃかわいい。イメージしてんやろな、うん、外国のどこか知らんけど東南アジア、アフリカかな。かわいい。え、ロマンチックかよ。いいね。夜の後もっと切れそう。え、なんかちょっとあれやね、動物園やけど雰囲気がわかるかな。サファリ系ね。そうそう、サファリパークみたい。キリンもおるよ。ほんまや、ちょっとライトアップされてる。かっこええやん。なんかもう中にめっちゃ入りたそうやけど、うん、後ろとはあった感じやもんな。うん、そっか、夏場長く働かされてんじゃん、これ。残業やん。あ、動いたよ、キリン。早動くの、めっちゃ早い。え、ここめっちゃでかいな。ほんまに回しもんじゃなくて、この値段でこんな豪華なのはちょっと期待してなかったから。知恵やから。外国みたいな。はい、サファリやね。何とサファリ。横浜ってすげえな、ポテンシャル、はい、海、山、都会。本物にこだわりますよ。すごい土地もあるから広いのよ。すごいよね。これは暑くなければ一日行列やな、うん、見えへんか。銅が茶色、焦げ茶で、綺麗な色。足がシマウマみたいな。うわ、かわいい。オカピ、キリンかやって。え、オカピ、名前あだ名みたいな。オカピ、うん、オカピちょっと飲みに行こうやみたいな。すごいあだ名かわいい。ちょっと口が綺麗みたい。確かにオカピでーす。かわいいな、鹿さん。お尻かわいいね。お尻白いお尻。お尻スーチョワ、あ、中国のスーチョワン、鮮市の山岳地帯に分散、分布。耳さん、角めっちゃでかい。見えへんか、こんなスーチョワ。かっこいいね。うん、確かに山岳地帯っぽいのをこう。山岳っぽいからあるもん。やってるな。これ前足ってこと？なるほど。これ前足で。でかっ。これ後ろ足や。うわ、でっかっ。こんなでかかったっけ？角やっぱ。インド像ってこと？あ、親子？なんかマンモスみたいな。うん、マンモスかと思った、マジで。え？牙やばいな。オスとメスなんや。で、オスが牙ある。こう。え？インド像初めて見たかも、じゃあ。ラブラブやん。超ラブラブじゃない？うん、自分が知ってる像じゃない。めっちゃでかいな。小動物みたいな顔好きやねんな。ちょっとあんがやな。うん。何？それ私に朝言った言葉やん。うん。
キョトン顔。ちょっと悪口やで、それ。キョトン顔。あと、ボーリング出たら横ばっかり行けんだ。何言ったか分からん。かわいい。休憩所に来ました。はいじゃん。これです、これこれこれ。セブンティーンアイスや、そうそうそう。これが食べたかったやん。どれにしよう。定番はクッキークリームやろ、うん、でも大人になった今好きなのはマカダニアかな。美味しそうやん。あ、夏やからやってるっていうのもあるんじゃない、あのナイトサファリっていうか。楽しそうでよかった。夏の思い出作られへんまま終わると思ってたから。楽しい街したか。超楽しそう。いいね、夏の思い出作れてよかったです。絶対家悪いからな、うん、暑いもんだって、うん、家やっても暑いんで。そうやね、やったらな、ちょっとでも。でもだいぶ日暮れて、なんか急に風吹いて涼しい。確かにキャンプ感あるな。キャン、うん、キャンプ場みたい。山梨来ましたかっていう感じやな。いいですね、いいですね。ヒロ君のその帽子がキャンプ感を増してる。なんかおるん、これでかいで。でかい。あ、さっきのあれや、上から見てた羊やっけ、じゃない。すごいでかい、ステージみたいやで。おるわ。はあ、ライトアップされちゃってる。ステージやん、ほんまにピンスポットみたいな。何歌ってくれるんですか。お尻向けちゃった。でも おった、ここにすごい竹のアート。見えるかな、見えない。ねえねえ、みんな見えてる。綺麗。一個一個全部違う、手作りなんかな。ちょっと京都を思い出す感じね。いいですね。もう終わりかなと思ったら、え、だってここ5時ぐらいに着いてんで、うん、もう2時間歩いてんの、うん、ほんでまだ全部回れてないの、うん、何しよっか。かわいい、ほんまにかわいいな、ほんまにキャンプ場みたいな、うん、へえ。オカピ、オカピかわいい、こっち見てんの。繊細やからVIPルームやねんで。オカピ地元の友達。オカピ、オカピ繊細な子やから。ビップルームってだって書いてるもん、オカピのための。かわいいな、繊細さんな。だいぶかわいいな。いや、繊細さんとは書いてへんけど。そうじゃない、オカピの部屋はビップルームって書いてるもん。貴重なんやろ。顔が可愛い、つぶらな瞳で。な、名前があるの？いいね、愛嬌のある名前って。オカピ可愛い。ここに来ない、オカピは見れへんのかな、やっぱり。そうかもな、初めて聞いたもん。ほら、やっぱオカピ保護区があるって書いてるんで、今後にオカピばっかりおんねん。と見にくいから、実際はこんなんです。こんな感じ、実際サイズのオカピ。足こんなんやねん。これ分かりやすい。あ、これ分かりやすいかな、これ。毎年10月18日は世界オカピの日。うん、かわいいな、オカピ。え、ここにしかいなさそうな雰囲気やねんけど。そうやな。もし他いておったら結構奇跡に近いんじゃん。だってコンゴでさえ保護区におるから、オカピは。日本におることが奇跡。え、じゃあ今のすごいレア。うん、だからVIPルームなんやろ。なるほど。大事に大事に保護されてるわけですよ。いいですね。すごい。あ、ええ匂い、キリの。かわいい。え、めっちゃ好みや、あなた。タイプ、いっぱいおるやん。あんた、かわいいな。あっかんわ、足、これ。
ワラビーはでもネズミじゃなさそう。ネズミなのかな。かわいい。かわいい。好みです。ちょっと泣きウサギに似てるとこがかわいい。うん。ワラビーってそういう国に行ったら触れんのかな。あ、いけんちゃう。なんか日本やとちょっと厳しいけど。かわいい。手かわいいな、前足。うん。オーストラリアに生息する動物かわいい、好みかも。カンガルーおるけど、ちょっと暗いかな。ちょっと映らないかな。あれ？ここで終わり？あれ？コアラは？かわいいけど見えへんな。おんねんけど。これ。これ。カンガルー。わかるや。コアラの演奏会。あ、もう終わっちゃってるよ。もう一回始まるかな、じゃあ。あ、よく見れば全体や。すごい。結構すごい。おお。すごい。民族的やねんな音楽。世界中の動物おるからかな。